どうもおはようございます。今日は10月3日日曜日ですね。 FX の相場解説は本来ならできないんですけども、4日から8日のこの10月の第1週をおぼろげながらざっくりとね予測していこうかと思います。もちろん予測は何本も立てますので、そのうちの一つのシナリオに近ければいいなみたいな感覚ですよね。まあ先のことはね絶対わかりませんから。ただわからないからといって計画しないわけにいかないですよね。いくつかのシナリオを書くことによってどのシナリオが一番近いのかなってことを早めに気づけると思います。これがですね、まずはウィークリー週足なんですけども、週足を見てまず何を思うかっていうと、このポイントですよね。この水準面があるよってこと、ね、ここで跳ね返っているよっていうところですね。あとはもうゾーンが引かれてますけども、黄色いところですよね。ここ、この上と下の線に挟まれてチャートバー、ローソク足は推移してるってことなんですけども、次に気づくのがエリオット波動です。ずいぶん前にお話ししましたけども、エリオット波動がここに存在しますよね。3波、4波、5波ですよ。で、調整波が入るということになります。エリオット波動に早めに気づくことによってどんな値動きをするのかってことが、あとシナリオがかけていくと思うんですよ。例えばエリオット波動は5波までですから、ここに来たらね、あとは下落するだけということで、下落が大きく取れたと思うんですよ。その後でエリオット波動を抜いていく次の調整波の後の波動があるとしたら、これより上に行くだろうということでね、待ち構えることができましたということです。その上にすぐにこのゾーンがありますから、ここで跳ね返って下に行くだろうなってことは容易に想像できたんで、下がって上に行くと。この辺も反転面でね、ギリギリまで倍の値動きが取れるということになりますね。ですので、エリオット波動に気づくことっていうのは今回かなり大事だったわけなんですよ。その他、日足の方を見てみましょうか。日足の方を見ていきますと、さあ、転換してるところがありますよね。トレンド転換です。こちらとこちら。もう何度もやりましたよね。上から下に向かってきたのが、今度下から上に向かっていくということで、転換をしたところがここだったということなんで、今度はこちらに下がっていくときに大きな波動で取れたっていうことと、その後ね、ゾーンがこういうふうに引けましたんで、様々な指標になるわけですよね。トレンド転換をしたってことは、高値が切り下げ、安値が切り下げですから、こう上がっていっても次に落ちていくってこともできますし、それを踏まえて、ゾーンっていうのがね、こういうふうに引けたわけですよ。まあ下の方はこういうふうに広がっていきましたけどね。で、横ばいのタイミングもきっちりと抑えられましたし、だからこそブレイクしたところもきちんと取れたってことになります。そしてゾーンをぶち破るかどうかで一旦ポジションを外して、抜けたところでもう一回入って、そしてゾーンに潜ったんでもう一回セルで取るってことができて、とにかく値動きがあるところは全て取れたみたいなのが今回の日足になりました。ね、すごい成績だったですよね。で、4時間の方に拡大してみますと、私が、昨日か一昨日ね、一昨日か申し上げたのは、高値圏に入りましたよってことなんですよ。一方的な上昇を見せて高値圏で肩を作って頭を作ってところまで行きましたから、当然ヘッド&ショルダーを警戒しなくてはなりません。ヘッド&ショルダーができ できなくてもね、ヘッド&ショルダーができなくても高値圏でトレンド転換をして売りに向かうっていうのがまあ定説ですから、こういうふうに今後は第一週目をね、占っていくこともできるわけですよ。その際に気をつけないといけないのが、ここで止まる可能性があるよってこと。次、ここでも止まる可能性があるよってこと。ね。で、さもなければ、ここまで行っちゃうよってことですよね。ですんで、10月の4週目は基本的に売りにかけるんですけども、1週目はね。それぞれどこまで行くかっていうところを3つのポイントで今示しましたよってことですね。で、1時間足です。月曜日になると、おそらくこれが上昇に向かうってことはまあないでしょう。私はね、今回ね、ここでも2点天井、ダブルトップを作ってるんで、下落に向かう流れの一択だと思うんですよ。ね、下に下がって、ゾーンにぶつかってもう一回下がって、N を作ってまた下がって、で、今回上がってますけども、月曜明けたら、多分グイッと落ちてね、この力点までは迷いなく進むんじゃないかなと思ってます。これが週明けのシナリオです。それが当たるかどうかを、まず見てから、それからですね、次の展開を考えようかと思いますね。
はい、9月の最終週はね、むちゃくちゃ儲かったんですよ。でも10月に切り替わってまたリセットして最初の位置からスタートです。まあ今年もね1000万はクリアするでしょうけども、この1000万クリア、年商1000万クリアをねちょっと安定させたいなと思ってますね。まあただ焦らずに、それが目的ではないですから、着実に4対6の勝ちをずっと維持していくこと、これができればまず同じですからね。要するに投入した資金が減らなければいいんですよ。少しずつでも増えていけば、それがまあ投資ですからね。あとはロットを増やしていけば、自分の粗利率から粗利額が導き出せるってことになりますので、今のままでしっかりとやっていこうかなと思います。はい、それではね、 FX の相場解説ご覧になっていて興味が出たんだけども、基礎講座を受けたいよと方はまた申し込んでいただければと思います。基礎講座はね、去年の今頃に皆さんにお配りして3ヶ月くらいのコースでやったんですよ。で、基礎講座をクリアした方にはまあ中級編ということでね、中級編講座の方もお届けしました。それぞれ有料になりますので、お申し込みはあのメールなどで、いただければと思います。ちなみにですね、今回基礎講座の方は、まあ、一律で 29,800円と、中級の方は一律で 98,000円で出すことになります。以上でございますので、今回の相場解説以上です。じゃあ、ありがとうございました。